7三桂確かに最後の勝負ですかね。7三桂はまあ確かに6六金と打って、まあ、もう7七銀成同金6五桂とか打って行く感じですかね、はい、ただどうなれば結構やっぱりでもそれも同と同桂同金でやっぱ全部清算されるとやっぱり桂馬を渡してますよね、うんうん、桂馬渡すと結構金、後手玉の金銀を剥がされたりとかっていう手につながるということなんですね、うん、4四桂が厳しいですね、次に、桂馬渡すとね、はい、うん、いやだから一応7三桂跳ねて、はい、もし何もしてこなきゃ7七取って6五桂打ちがあるから、あ、うん、一応その勝負はあると思いますよ、はい、さあ残り25分です、うん、こう30分切ると5分ごとにコールがあるんですよね。そうですね、はい、うん、まあね、もう持ち時間がねかなりあの2日制で多めにあったので、はい、うん、もう最後の方はもうラストスパートというかね、うん、そういうことですからね、はい、もう2人とも8時間ほらありましたからね、うん、もう25分と21分ということになっていますので、何か、いや、はい、いやでもすごい体力ですね2人もね。そうですね、見た目全然わからないですね、はい、今度副立ち会人も行われるんですね。ああそうです、あの、はい、3局目、あのやらせていただくんですけど、はい、そうですね、僕はそうか、あの佐々木さんとは対戦もあって、あ、はい、1局対戦したこともあるんで、はい、あれなんですけど藤井さんの立ち会いはあれあったかな、初めて、うん、なんかね、そうなんですか、はじ初めて立ち会いかもしれないですかね。そうなんですね、ちょっと待って、あったらやべえなこと。いやいやいや、最近は、最近はでもここ1年はなかったと思うんですけど。あ、そうなんですね、はい、久しぶりの。そうなんですよね、うん、だからまあ当然2日間ずっと一緒なので、はい、あの対局ね、あの、うん、なんか今回だと福たちの高見七段があのタクシーで移動の際に佐々木七段と高見七段って一緒に乗って、まあ、結構お話ししながらあの移動されたっていうのもあるので、対局者と一緒に乗られたりとかっていうことはよくあるんですかね、うんうん、でもちょっとねあの将棋の話はできないから。どんな話するか、どうすればいいんですかね。どうなんでしょう、はい、なんか今日はいい天気ですとかそういう感じしかないですかね。会話がない時の相性なんですね。無理ですよね。なんかそうなんで、まあ、1局目なんだけどなんで横歩取りやったのか絶対聞けないですよ。それはちょっと聞きづらいです、ね、危ないですよそれ、あの一番最悪の質問ですよそれ、あのそうなんですね。一応僕があの横取りやってて興味あったけどさみたいな感じで。いやでもなんか将棋の話だとすごい楽しそうに話されるって、まあ、藤井王位もですし佐々木七段もそうなので、はいはい、なんかそれもちょっと聞いてみたい部分もありますけど、それだけは聞かないですよ。副立ちだと聞きづらいですよね、はい、あの多分ダメだと思いますね。あのまずちょっとね、まあ、この分かんないですよまだ、だから芳しくない感じになりそうなので、うんうん、なおさら聞いちゃまずいんじゃないかなというあの、はい、まあ、ただ横取りの将棋ですからね、いい局面はね、うんうん、だからまあもう一回3局目だと戦後一緒だからそうなるかもしれないし、なるほど、その選択肢としてある可能性があるということですね、全然ありますよね、うんうん、むしろあの、うん、佐々木さんが先手で藤井さんが後手だと絶対横取りはありえないから、あのもう8四歩って必ず藤井さんはそうです、ね、受けますので、はい、うんうん、もうやっぱり横歩取りになるのはもう3とあと5とかね、はい、だからあの奇数局、うん、奇数局っていうことになってますね、うん、今のところは、うん、もういろんな戦型指されてるので本当に楽しみですよね、うん、どんな戦、なんか戦型予想も当たるかどうかみたいなところも、うん、はい、今回はだから全然当たんなかったんじゃないですか、いくらなんでもこの横歩取りの、しかもそのちょっと変則的な感じの横歩取りなので、あんまり出てきてないやつですもんね、5二玉と上がっていくっていう、そうそうそう、うん、いや今回はもう多分
戦型予想のクイズやったら多分回答者0人ですよ、それぐらい珍しい感じの、いやこれはちょっとなんか7三桂しかないけど、はい、なるほど6六金打たなくてもいいですか。結構いろんな手があるんですね。お、うん、4四銀という手もあるんですね、うん、なるほど、あ引いたり、うん、7三桂に4四銀も一応大丈夫ですかね。6五の桂を守っているという手ですね、うんうん、はい、やっぱ4四銀という手は価値が高いみたいですね、うん、出る手がね飛車が飛車のやっぱり通って、うん、はい、うん、やっぱゴール来ても全然いいですよと、うん、はい、鈴木七段残り20分です。あと5六飛車成とかねいつでも、まあ、叩いたら本当は5六飛車成同飛車成になっちゃうので、はい、4四銀出るとやっぱ飛車が直通しますからね、うんうん、で相手の玉にもプレッシャーをかけることができるということですね、うん、いやこれちょっと辛い時間が続いてますね、うん、佐々木さんにとっては、うん、現在考慮時間15分ぐらいになってますね、うん、で残り時間も20分となりました、うん、でもなんかどうなんだろう、なんか投了もあんのかな、なんか雰囲気的になんかそういうなんか雰囲気で分かるみたいな部分も今まで立ち会い役立ちなどされてるんでしたら、いや僕は雰囲気で分かんないですよ、いやいやいやそんな大それた人間じゃないですいやいやでもちょっとそんな雰囲気も見える、いやなんかそういうのもあるかなってちょっと思っちゃいますね、記録係の方もずっと座っていらっしゃるので、はい、なかなか大変、まあ、2日間ですからね、はい、そうですね、2日間ずっと番側で贅沢な時間なんですが、はい、足との勝負というか、そうですね、はい、いやこれはちょっとどうなんだろう、ちょっと僕もあの佐々木七段と指したのが少し結構前なので、どれぐらい前なんですか。いやもう数年経ってますね、2、3年かな、うん、だからちょっとこうなんかこう悪い時がこう粘りがなんかね粘る棋風なのかっていうのはちょっとわからないところがあるので、羽織を切られますね。そうですか。もしかしたら先を去られたかもしれない。なるほど。どうなんでしょうね、ちょっと、羽織をこう着たり身なりを整えると少しこう緊張しますよねそうですね、いやいや、17分、うん、そうですね、うん、あの持ち時間も逆転した形になりました、
はい、ここで投了となりまして97手で藤井王位の勝ちとなりました。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤愛佳です。アベマならご覧の番組をフルで見放題。詳しくはここをクリック。